どうも野口です。アルメニア出張でございます。まあ、以前の動画ね、この合唱チームでアルメニア公演があるという動画を作ったんですけれども、まあ私のこと劇団四季出身でジョージアの伝統舞踊を踊ってるものなんですけれども、なんと妻がジョージア人の皆さんに日本の合唱曲を教えてるっていうことで、その発表でございます。今回ね、ちょっとコンサートが昼でアルメニア行くまでに数時間かかるので、前日にバスで前乗りして明日公演というこの動画を撮ってる時点ではなっております。今からね、あのバスに乗って出発してまいります。まだちょっと来てない人がいて、集合次第出発ということで、バスの中でも歌を練習したりするらしいので、なんかね、アルメニア観光とかも含めて動画にできたらなと思っております。それではやっていこう。ということで、なんか昔のヒカキンさんの部屋みたいな。アルメニア無事入国いたしました。予想以上にこの国境ですげえ時間がかかって夜の10時過ぎになっちゃった。本当はね、この乗り合いバスとかで行ったら5時間6時間で着くんですけど、今回多分普段利用しない国境を通ったのか、すげえ時間がかかっちゃいましたね。だいぶ疲れました。主に萌実さんがお疲れのようです。大がれ午後ダブルバス。まあこれからね、一日休んで明日のお昼にいよいよ本番でございます。サブちゃんの方でね、アルメニアの街歩きなんかもやる予定ですので、ぜひぜひそちらの登録もよろしくお願いいたします。ではデイ2でお会いしましょう。ガウマルジョス。あ、萌実さんのガウマルジョス。アルメニアだからガウマルジョスじゃないんだ。ザクロワイン。デイ2。え、続く。続く。間違えちゃう。疲れてる。疲れてるね。Thank you.
緊張しますか？緊張しすぎて泣きそう。楽しみ。ザベディアカンデ、みんないつも素晴らしい歌声を本当にありがとうございます。ガルギザリアンマーガリーホコンセルティデ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 ィマドロバまた木曜日。
ということでね、どうでしたか、萌実さん。いや、素晴らしかったと思うんです。上手だったよね、うん、普通に本番が一番上手だったと思います。まあ、なぜこんな形でね、ジョージア合唱団を指導することになったか、その経緯をお話ししますと、とある僕のツイートをきっかけにね、ジョージアで歌を教えられるプロが欲しいとジャイカの某所長にお願いされまして、まさかそれがね、ジョージアだけじゃなくてこうしてアルメニアまで来るとは思いもしなかったね、うん。まあ、こんな感じで、ね、僕はジョージアの踊りで文化を発信して、妻は日本の歌で日本の文化をジョージアに発信して、夫婦で文化交流に努めてまいりたいと思いますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。フル尺の我々の歌の方はね、このメンバー限定動画の方で流そうと思っております。そちら興味がある人はね、ぜひぜひ概要欄の方からチェックしていただけたらとっても嬉しいです。もうみんなバスで帰っちゃったので、僕らは今日もちょっとアルメニアに残って個別に帰ります。初めてのアルメニア、アルメニア出張の旅は続く。最後までご視聴誠にありがとうございました。せーの、それではまた次回、バイバーイ。なんかもろたね、なんかもらいました。萌実さんがずっと出ずっぱだった言われてないことたくさんやらされてこれ何なの、これ。お茶だ、お茶だ、ハーブティー。わー、すごい、タイムだって。ハーブティーとアルメニアの布だ。え、布細工、ジョージアバージョン、萌実さんが作ってるやつ作ってます。頑張ってね、そっちもショップオープンさせたら頑張っていくからね。すごいの、すごいの出てきたんだ。何何何、サブちゃん、あ、こっからサブちゃんにして、うん、こっからサブちゃん。